まずフォームしっかり確認した上で、まずは手首を使ったフォームで、打つ練習をやっていきます。で、手首を使ってさらに下に打つ練習からやっていこうと思うんですが、どうしても力が入ってしまうと腕だったりとか、あとは肘が下がったりとか、そういうフォームになってしまうので、まずはゆっくりでいいので手首を使って下に打つ練習からやっていきます。で、この練習も面が下を向くように、向いた状態で当たるようにしていかないと、下に飛んでいかないので、最初はこの手首の使い方がすごく難しいと思いますが、いきなり強くじゃなくてゆっくりでいいので、しっかり面を作りながら下に打てるように練習をしていきます。で、今度この状態からそのまま前でいいので、この状態から今度は打つ場所が今は前なので下に行ったと思うんですが、少し自分でわざと移動して打つ場所を自分の真横にしてください。そうすると打点が変わることによって向きが変わるので、面の向きが変わるので自然と後ろに飛ばせるようになっていきます。で、注意は今少ししっかりフォームができて当たるようになったら、またこれも段階を追って少しずつ後ろに下がっていきます。